何聞こえとったるにゃ。あ、やっぱ普通の声とちょっとちゃうにゃ。うん、これはあれせんでいい、あの皮剥がんでいいって言うんで。あ、剥がんでいい、そのままいける。皮ごし食べるのが、これは天然でもあるんですか。天然でも今あの決めたまま鹿児島の方でもう地方からのやつ流れてで売ってるらしいけど。